佐賀元明は日本の元検察官。大阪地方検察庁特別捜査部副部長、神戸地方検察庁特別刑事部長等を歴任していたが、大阪地検特捜部主任検事、証拠改ざん事件において、大阪地検特捜部当時の上司であった元部長、大坪行動及び部下であった元検事、前田恒彦と共に逮捕、起訴され、一審、二審ともに、 有罪判決を言い渡された。また、法務大臣からは懲戒免職の処分を受けた。先修大学卒業後、1986年、旧司法試験に合格し、司法修集修了を経て、1989年に、検事任官。同期には、元東京地検検事、落合洋治等。検事任官後も、母校先修大学の後輩の司法試験勉強のため、 辰巳法律研究所の指導を圧戦していた。奈良県立医科大学の医師派遣をめぐる汚職事件で、増収は異罪で、教授らが有罪となった裁判で、主任検事を務め、検察での名を高めた。その時の部下に、前田恒彦もいた。2004年から2007年まで、最高裁判所司法研修所教官と法務省、新司法試験交際委員とを併任した。 2007年から大阪地検岸和田支部長を務めていたが、名古屋地検特捜部長に転出した田中元子の後任として、2009年4月から大阪地検特捜部副部長に就任し、特捜部長の大坪行動の下で、障害者、団体向け割引郵便制度悪用事件などを手がけた。2010年には神戸地方検察庁特別刑事部長に就任。 大阪地検特捜部当時の部下であった前田恒彦が大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件において証拠隠滅の罪で同年9月21日に逮捕された後同年9月23日から最高検察庁総務部長伊丹敏彦から任意の取り調べを受けた同年10月1日午後8時半に 大阪高等検察庁総務部付に異動となり、およそ1時間後の同日午後9時46分、大阪高検庁舎内で逮捕された。容疑は犯人増得の罪であり、前期事件の捜査において、主任検事の前田が故意に証拠の改ざんを行ったことを知りながら、これを隠したとするものである。大阪地方裁判所の交流決定を得て、大阪高知所に交流され、 自宅や神戸地検の特別刑事部長室の捜索が行われた。逮捕後の取り調べにおいて、佐賀は被疑事実を否認した。佐賀の弁護団は、先週大学の先輩である伊藤博弁護士が団長を務め、同年10月11日には、東京、名古屋、大阪などから集まった36人の弁護士が、大阪市内のホテルで、決起集会を行い、 佐賀元昭を支援する会が発足した。佐賀は高知園長を不服として、準抗告していたが、同年10月13日に大阪地裁より帰却された。同年10月21日付に大阪地裁に起訴され、その後同日付で、柳田実る法務大臣から懲戒免職の処分が発令された。2012年3月30日、大阪地裁は佐賀に、 懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。佐賀はこの判決を不服として同日大阪高等裁判所に控訴した。しかし大阪高裁は2013年9月25日、佐賀の控訴を棄却する判決を言い渡した。瞬間、湯沸か式と呼ばれた大坪とは対照的に温厚な性格で知られ、司法収集では 面倒見の良い,い教官として、司法修習生たちから慕われた。その一方で、最初にストーリーを描くと無理で強引な調べを強行することで知られ、傲慢不尊な人柄から、作詞と呼ばれていた、との報道もある。ありがとうございます。